と、その前に、アーカイブ。我がつくまりの神の神話と。多分、19で全て見つけることができたんで、前みたいに一つずつね、読んでいきたいと思います。ただその前に、これ。これはね、読んだことあるんだけど、くしゃくしゃの手紙。追憶の水底で手に入る4つの手紙を先に読んでいきたいと思います。ママへ、いつもうるさくてごめんなさい。ママはシグのことを怒るけど、シグはママが大好きです。だからシグのことを嫌いにはならないでください。シグレ。ママへ、ママへ、電子レンジ壊してごめんなさい。これからはまたお腹が減ったときは、もうピザがないときはちゃんと我慢できるようになります。しぐれ。だからピザあったのか。ママへ、お誕生日おめでとう。おじさんと一緒に作りました。食べてね。きっと元気になるよ。美味しかったらまた作るからね。しぐれ。体育の時間に背中が見えちゃった。みゆちゃんのママも、さきちゃんのママも、ベルトでぶたないから何これって言われた。シグはいい子だから転んだだけだよって言ったんだ。虐待で、ピザってあれか。そしたら我がつくまりの神神話読んでいきたいと思います。1。太古の昔、人々がまだ神を知らず、岩を砕いて道具とし、精霊を意識し、巨石をあがめていた頃、山陰にひっそりと湧き出る美しい沢を見つけて、人間たちが村落を作った。その湧き水をたたえた美しい沢は、時折美しい竜となって人前に現れた。2。人間は竜を敬愛し、竜は人間を優しく見守った。竜と人間は巫女を通して心を通わせ、竜と巫女はやがて夫婦となり、子宝にも恵まれた。3。ある時、厚い雲が山々を覆い、雨が延々と何年も降り続けた。止まぬ雨は花を腐らせ、種を腐らせ、植えたる屍の山を腐らせ、人の心を腐らせた。山が刺繍に満たされ、沢は汚れ、そして疫病が村に蔓延すると、多くの村人と同じくして巫女とその子供たちも病に伏した。巫女は最後に竜の立派な鼻下のひげを人撫ですると、愛の言葉をささやいて永遠の眠りについた。竜は悲しみ、山々に咆哮を響かせながら、巫女の亡骸に手向ける花を探した。しかし、探せども探せども、花はどれも長雨で腐り落ちていた。しかれども、竜は咆哮を響かせ、花を探し続けた。竜は巫女が花を愛することを誰よりも知っていた。そしてついに、竜は山間の影の中に鮮やかな青を見た。それは長雨にも腐ることなく凛と咲き誇る最後の一輪、美しい夜平の花であった。竜は夜平の花にうやうやしく首を垂れると、その花に誓いを立てた。竜はこの恩を忘れない。竜はこの罪を忘れない。竜はこの悲しみを忘れない。竜はこの美しさを忘れない。そして竜は夜平の花を摘み取ると、横たわる巫女の胸元に添えてあった。巫女を夜平の花と共に埋めてやると、竜からひとしずくの涙が落ちた。すると巫女を埋めた土からみるみると若葉が芽吹き、あっという間に成長していった。若葉はその勢いのまま竜の体に根を伸ばすと、竜の体に根付いてしまった。竜に根付いた夜平の木は青く輝く美しい花を咲かせ、その輝きに触れたものの
病魔を払った。巫女とその子供たち、そして村人たちの病魔を払った竜は、降り続く長雨を収めるため山奥の水鏡をくぐり、禁足の地を訪ねた。その地で竜は精霊を訪ねた。精霊は災いと恵みの力が混濁し渦を巻く途方もない水の力そのものだった。渦は恐ろしい汚れを巻き散らしたが、竜の体に宿る輝く夜平が汚れを浄化し竜を守った。竜は雷鳴を呼び、矛にまとわせると大渦の中心を貫いた。大渦の勢いが衰えたと見るや、竜は渦を残らず飲み干して自らの体に封じ込めた。そして竜の身に宿る夜平の木は、竜の中の大渦から湧き上がる途方もない汚れを吸って巨木となった。巨木はあまりの大きさに竜を飲み込み、竜と一体となるとその地に根付いた。竜は二度とこたびのような災厄が起こらぬよう、顎のひげから無数の分身を生み、その力を借りようとした。しかし分身のほとんどは巨木に縛られた。竜の言うことを聞かず方々に散ってしまった。次に竜が鼻下の立派な左右のひげから分身を作ると、それぞれ力ある立派な分身が生まれた。そして竜は自ら鱗を剥ぎ、涙をひとしずく流すと、それぞれを鼻下の影の分身に託した。分身が一つを宇野八門雲継ぐに継いだ鱗を持たせ、それを楔として禁足地の各地に打ち付けさせた。楔は結界となり、竜をその腹の中の大渦ごと巨木の中に封印した。これ役もか。その仕事を終えると、宇野八門雲継ぐは竜と大渦の封印を守るため禁足地の教会の守護者となった。分身が一つを佐野山門同時後と言った。竜は佐野山門同時後に涙をひとしずく持たせ、それを巫女の子に代々継承させた。竜の涙を受け継いだ巫女の子は紳士となり、巨木の結界から漏れ出る汚れの浄化を担った。そして竜は最後に宇野山門雲継ぐと約束を交わした。遠い未来、竜が衰え汚れに支配される日が来たなら、その時は竜を殺し、その力を受け継いで再び大渦を治めよと。それを最後に竜は結界に閉ざされ、二度とその姿を見るものはなかった。そうして竜は大渦の災厄を治め、長く降り続いた雨は止んだ。それからというもの、災いは転じて恵みとなり、雨は適度に大地を潤し、人々は繁栄を謳歌した。竜が眠る清浄なる夜平の巨木、そして降り続ける恵みの雨をたたえて、禁足地と忌避されたその地はいつの頃からか天の夜平と呼ばれるようになった。今も彼の地に竜は座し、荒れ狂う腹の内は休まる時を知らず、竜は誰がためその身を汚す。その汚れに濡れた御身こそ渦を分かつ津の神なり。ヤクモと黒は魔がつくまりの分身だ。そういうことか。ということで、次回こそ最後魔がつくまりと決着をつけたいと思います。あなたがそうなのか。だから竜のひげか。なるほどね。はい、というわけでまずはね、これを知った上で最後ね、魔がつくまりの神戦ってみたいと思います。もしね、この動画が良かったと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録、そしてたくさんのコメントお待ちしております。このゲームのダウンロードは下の概要欄、説明欄に Steam のページが載ってるんで、皆さんも買って遊んでみてください。それではまた別のホラーゲームでお会いしましょう。では。